こんにちは、ナナです。今回もよろしくお願いします。今回ご紹介していくデザインはワンカラーにパーツを使ったデザイン、そしてラメホロをミックスしたいろいろなパターンをという2つのリクエストをいただきましたので、その2つのリクエストを合体させてデザインご紹介していきたいと思います。それでは今回使っていく道具はこんな感じです。そして今回も私の左手でご紹介していきます。で、今回ワンカラーはですね、薬指、中指、親指にワンカラーを塗って、この3本にですね、いろいろなパーツの置き方を、スタッツを使ったのはまた美術のような感覚でですね、ビーズでできているような感じです。で、いろいろなデザインの仕方をご紹介していきたいと思います。そして、小指、人差し指にラメとホロをミックスさせたデザインですね。これもいろいろなパターンをご紹介したかったんですが、今回はこれで一つのデザインになるようにですね、一つのパターンにはなるんですが、それからですね、いろいろな応用編も動画の中でお伝えしていますので、参考にしていただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ。それでは早速カラーを準備していきます。今回も100均のカラージェルで作っていきたいと思います。でワンカラーを今回ですね使っていくんですけれども、せっかくなので今流行りのミントグリーンのカラーを作っていきたいと思います。ミルキーブルーですねをベースにグリーンを少し落としていただいて、そこにですね肌なじみがいいようにベージュを落としていきます。あとはクリアジェルを入れて少し柔らかいシースルーのような感覚にしていってください。ブルーが3、そしてグリーンが1で、ベージュが 0.5、 クリアが2ぐらいの割合で混ぜ合わせてください。はい、こんな感じです。続いてこれもですね、リクエストでいただいてます、あとラメとホロのですねミックスの仕方のまた違うバージョンをですねご紹介していきたいと思います。で、今回はこういったラメを使っていくんですが、どんなラメミックスにでも使っていけるのがこのシャルロンのシルバーラメミックスというものですね。これは本当にいろいろと使っていけるのであると便利です。で、これに対してどんな色味にしていきたいのか、今回は少し茶色っぽくしていきたいので、ダークブラウンのカラーを少し落としていただいて、そこにですねもう少しキラキラ感を出していきたいので、白かもしくはオーロラのちょっとホロが大きいものをですね混ぜていくといいです。だいたいこの3色を混ぜていくといいんですが、ホワイト とオーロラのものはどちらを使っていただいても大丈夫です。それでは早速今作ったラメミックスの指からですね先に塗っていきたいと思います。今回も小指と人差し指に外しとしてやっていきます。私もよくワンカラーでデザインを楽しんでいくことが多いんですけれども、今回のようにですねワンカラーをやっていくときに全部の指にやっていくよりは、こんな感じでですねラメを外しで入れていただくとデザインとしてもすごく映えてきますの で、その時ですね今回のように小指と人差し指に持っていっていただくか、もしくは薬指と親指というような感じで2箇所ですね置いていただくといいと思います。そして今回のこのラメミックスなんですけれども、ちょっと大きめの白色のホロを入れ込んでいるので、このホロもですねどちらかのこの根元とか先端のあたりに偏ってしまうとちょっとおかしくなってしまいますので、全体的にばらついているような感覚で白のホロをですね動かしていただくといいかなと思います。ではこんな感じでトップジェルでコーティングしていきます。そしてこのラメホロミックスをですねトップジェルコーティングしていくときに、どうしてもこう輝いている分ですね、どこにこうトップジェルを塗ったのかがちょっと分かりにくくなることが多いと思うんですけれども、それを気にしているとだんだんとですねジェル垂れていってしまいますので、いつもと同じ動きでですね真ん中、右、左、そして中心にかけて縦ラインでですね光のラインを作っていくというような手順でやっていただくと綺麗にコーティングしていけると思います。で、形まで整えていただいて最後ツヤ出し塗っていただいて完成です。こんな感じでラメミックスですね、いろいろバージョン楽しんでいただくといいかなと思います。それでは早速ですねワンカラー主役の指をですねやっていきたいと思います。まずは薬指からやっていくんですが、薬指、中指、親指ですね、残りの指をこの先ほど作ったグリーンのカラーをでやっていきたいと思います。このカラーを塗るところまでは全部同じです。こんな感じで今回もシースルーのような感覚で塗っていきます。
そして今回はおすすめのパーツを合わせたデザインになりますので、今からですね、乗せていくものデザインが主役になってきますので、一旦ですね、このカラーを塗っていただいた後にトップジェルでコーティングしてしまってください。でこの上にあのストーンとかですね、今回はスタッツを敷き詰めていきますので、その後にまたですね、あのツヤ出しのトップジェルでコーティングしていきたいと思います。で早速ですね、あのスタッツでちょっとビジューっぽく表現をしていくんですけれども、今回はおすすめのパーツということで、以前の動画でもご紹介をしたこのスタッツを使ったこうちょっとビーズみたいな感じで表現していくデザインなんですけれども、これであのすごくあの評判が良かったので、今回またちょっと違うバージョンということで、ゴールドとシルバーを合わせてちょっとビジューっぽくですね、デザインしていきたいと思います。そしてあのスタッツのシリーズで揃えていただいてもいいと思うんですけれども、今回はこれにですね、あのパールを私は合わせていきます。でこんな感じでちょっとですね、あの中にパールを入れていきますので、その周りをですね、スタッツのこのいろいろな種類でですね、囲むような感じで置いていただいてからパールを置いていきます。今こういったあのスタッツのシリーズですね、今回でいうとこの葉っぱだったりとか、ちょっとお花の形をしているものなどとですね、いろんな本当にスタッツのシリーズがあるんですけれども、あのこれをですね、そっくりそのまま同じものを購入して使わないといけないというわけではないので、お手持ちのもの、もしくは今から買おうという方に関しては、あのこんなにたくさん買わなくても、例えば今回のでいうと葉っぱだけとか、主役にしたいものを購入していただいて、あとはもうお手持ちのもので、このようにですね、組み合わせていただくと全然あの素敵に仕上がってきますので、組み合わせ方であの調整していけばいいと思うので、あのこれをそっくりそのまま買わないといけないというわけではないので、そこだけですね、その時に合わせてアレンジしていけるといいかなと思います。ただ単純にこの平面にですね、あの今回のパールもですね、並べるだけではなく、ちょっといつもと違うようにですね、パールとパールをこう重ねて置いていただいたりとか、スタッツもですね、スタッツの上に少し半分スタッツが重なるような感じで置いていただいたりというふうに、調整の仕方一つで変わってきますので、ぜひやってみてください。では続いて中指です。ここも同じようにですね、まずベースのカラー塗っていってください。から塗っていただいてからトップジェルでここも仕上げてください。そしてここにはですね、あの先ほど薬指にはスタッツをこう固めるような感じで表現をしていったので、ここには散りばめるような感覚で乗せていきたいと思います。そしてこれもですね、あの前回の動画でご紹介をした時に、今回も薬指で使っている私、あの雫型のこのスタッツのシリーズなんですけれども、このスタッツがない方がですね、あのリーフでもできますかというような質問をいただいたんですけれども、もちろんリーフでも同じように作っていくことができますので、今回はせっかくですので、その雫型のものをですね、リーフに置き換えてデザインしてみたいと思います。十分リーフでも可愛らしい表現できてくると思いますので、ぜひやってみてください。だいたいこのリーフのものはですね、結構皆さんお持ちだと思いますので、やっぱり持っているものをですね、使って、ビジューのようにですね、表現していけるといいので、今回はリーフで表現していきます。リーフと、私は今回あの枠があるものですね、をちょっと交互に乗せていったんですけれども、これ枠がない方はリーフだけでも十分いいと思います。でこんな風にお花のような感覚で乗せていくと、リーフは活躍できると思います。そして今度はですね、先端のところにもリーフの枠を使って置いていくんですが、今せっかくあの春ということなので、あの根元に置いたお花のような感じで表現をしていくと、とても可愛らしく表現していけると思います。私もですね、あの置いてみながらちょっとデザインを考えているので、ちょっといろいろとコネコネしているんですけれども、こういったスタッツを置いていくのに特にあの決まりはないと思うので、自分のお好きな感じに置いていただくといいと思います。そして今回のようにですね、散りばめて置いていくときの、あの、置き方の少しポイントとして、だいたいバランスとしては、根元のところ、そして先端のところにですね、まず置いていただいてから、大きいものを中心にですね、置いていただいてから、その間に、細かいものを散りばめるような感覚で入れていくとバランスが取りやすいと思います。で、細かいものもあまりたくさん入れすぎてしまうと、大きいものの主役がですね、分かりにくくなってしまうので、あまりたくさん入れすぎずに、だいたいこれくらいでですね、入れていただくといいと思います。はい、こんな感じです。
では続いて最後親指です。ここにも同じようにミントグリーンのカラーですね、一層塗っていってください。でトップジェルを塗って最後まで仕上げていきます。そして今回はワンカラーにおすすめのパーツの置き方をご紹介していますので、全ての指にですね、スタッツを使ったパーツをイメージして表現しているんですけれども、そこまで派手にやらなくてもという方に関しては、薬指にだけのスタッツを使ったちょっとパーツのアレンジですねをやっていただいたりというだけでも十分可愛いと思います。今回はいろいろなパターンをということでご紹介しています。もちろんこの全部ですね3本の指にスタッツを並べていただいてもとっても素敵だと思います。お好きな感じに楽しんでいただければいいと思います。ではここの親指に関してはですね、これはちょっとシンプルめにドリーフを使って変形フレンチのような感じでですねラインを作っていきたいと思います。でこれもですねスタッツだけで楽しんでいただいてもいいですし、ちょっとスタッツくどいなという方に関しては枠をですね一緒に楽しんでいただいてもいいと思います。今回のこういったね置き方もですねリーフを使っていただくと素敵になってくるんですけれども、結構リーフっていろんな置き方ができるので私好きなんですけれども、3つのリーフを使っていただいて、ど真ん中のリーフをこう少し山になるような感じで並べていただくだけでもワンポイントになってくると思いますし、根元に1粒置いていくだけでも本当にワンポイントになってくるので、いろんな置き方がしていけるのでリーフは本当におすすめです。もちろんその雫型もですねいろんな使い方があるんですけれども、雫型がない方はリーフでこんな風にいろんなバージョンで楽しんでいけますので、ぜひですねいろいろ使ってみてやっていただくといいかなと思います。はい、こんな感じで5本指完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。すべて5本の指ですねワンカラーで統一していただいて、薬指とどこか親指の指だけにストーンを置いていただいても素敵ですし、私のようにラメをですね挟んでいただくのもとっても素敵だと思います。同じものでもですねいろいろなこう使い方によって楽しんでいけると思いますので、ぜひいろいろな組み合わせで楽しんでいただくといいかなと思います。また違うデザインでもラメのミックスの方法をご紹介していきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。いろんなアイテムがなくてもですね本当に身近にあるリーフなどを使っていろいろですねこんな風にアレンジしていくこともできます。少しでも参考になると嬉しいです。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日今のマスク不足に伴って子供のマスクがなかったので手作りをしようと思って作っていたんですけれども、本当に子供のマスクがなくて困っていたところにこんなにもたくさんのマスクをいただきました。そしてついでにお菓子も。これだけマスクがない日常で本当に助かりました。ありがとうございます。そして続いてまたまた面白い下娘ですが、先日中娘がギターの練習をしていた時に今まで弾けるようになった曲を最初にこう指鳴らしみたいな感覚で弾くんですけれども、その中にパプリカの曲がありまして、それを弾くと下娘が走ってきてこんな風に音楽に乗って踊るんです。この自然体な感じに本当に笑ってしまいました。そしてまたある時は私がカレーに使おうと思って出しておいた人参を手に取って、人参が大好きな下娘、なんで人参さんおひげ生えてるのと、確かに冷蔵庫の中で成長して私も久しぶりに見ましたが、たくさんのひげが生えていたんです。子供からするとこんな人参不思議ですよね。ですがその人参のひげを私が取ろうとすると、おひげを取ったらダメとものすごい怒られてしまいました。
本当に下娘にはいつも笑わされます。4月からは幼稚園、また一つお姉さんになってもらいたいです。以上、我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。